カラー光で空中に舞う粒子を光らせ、高感度カメラで撮影します。 0.1 マイクロメートルの粒子まで捉えることができる世界最高水準の技術です。実験開始。まずはくしゃみです。目に見えるのは直径1ミリ程度の大きな飛沫。すぐに落下します。ところが高感度カメラで見てみると、キラキラと漂う粒子が浮かび上がりました。大きさは100分の1ミリ、10マイクロメートル以下の小さな粒子です。角度を変えて見てみます。小さく軽いため漂い続けているのがわかります。これがマイクロ飛沫の正体です。マイクロ飛沫がくしゃみ以外で発生する様子も見えてきました。バナナボートとか乗ったら楽しいです。いや絶対楽しい、ね、めちゃくちゃ楽しい。僕試したのは至近距離でのにぎやかな会話。大きな声を発するとたくさんのマイクロ飛沫が発生します。二人の間で漂い続け、なかなか消えません。このマイクロ飛沫、どの程度吸い込むと感染するかはまだ分かっていません。しかし立田さんは、今回の感染拡大はマイクロ飛沫の影響抜きには考えにくいと言います。そのマイクロ飛沫、小さな粒子の中にもたくさんのですね、生きたウイルスがいて、大きな声での会話、あるいは激しい息遣い、そういった中でですね、このマイクロ飛沫ができて、それが近くの人、その人が吸い込むことによって感染が広がる、そういったリスクが見えてきたものと思います。そして換気の悪い密閉空間ではマイクロ飛沫がより感染リスクを高める可能性も浮かび上がってきました。この研究室では密閉空間でのマイクロ飛沫の動きをシミュレーションしています。教室ほどの広さの密閉空間に10人程度がいるというケース。一人が一度咳をしたという設定です。およそ10万個、大小さまざまな飛沫が広がります。青や緑で示した大きな飛沫、これらは1分以内にほとんど落下します。しかし赤色で示したマイクロ飛沫は空中を漂い続けます。マイクロ飛沫だけでシミュレーションします。5分後、10分後、少なくとも20分、マイクロ飛沫は空気のよどみで漂い続ける可能性が明らかになりました。空気がよどんでいると、つまり空気の流れがないということで、マイクロ飛沫そのものは、落ちたり、違う場所に動くことはできませんので、長時間その場所にとどまるっていうことになります。実はこのマイクロ飛沫のよどみ、防ぐ方法があります。効果的だと考えられるのが、窓を大きく開け部屋の空気を入れ替えること。窓を開けると マイクロ飛沫はみるみる流されていきます。小さく軽いため空気の流れを作れば排出することができるのです。
できればですね、2箇所開けて風の流れを作ってあげるということが大事。それが、まあ、1時間に1回でもいいから、そういうようなことをやることによって感染のリスクというのはかなり下げることができるようになるんじゃないかなというふうに思います。